じゃです。いつも英語英がいい一日ほとご覧いただいありがとうございます。このチャンネルではネイティブ毎日 i n から英語表現を私クリスケーションでお届けしてます。今から英語表現二回言うので何と言ってるすどういう意味が当ててください。じゃ行きましょう。No way! He's not coming!No way! He's not coming!Okay! 何と言っていたでしょうそしてどういう意味でしょう二秒考えてください。これが答えです。答えは No way! He's he not coming! No way! 嘘でしょ彼来ないのっていう感じの表現ですね。o k そう、No way! はあの一日一言でも7か8ぐらいでやってるのが多分 No way! ありえないとか嘘でしょ絶対無理みたいな、まあ、いろんな使い方しますね。例えば、えー、と僕が高校生とか大学生の子にデートしてくださいって言ったら絶対無理ってなるじゃないですか。 もうだよあの大学生から見て、多分僕ね、お父さんぐらいなんですよね。この前、それに気がついて、この温度差に驚きました。あのうちは僕、大学の後輩の20年後輩なのかな。が、あの一応、日本にいるバイリンガルにインタビューしたいんですけどって言われて、インタビューに答えて、だ僕も大学生乗りで母校に戻ったわけですよ、大学に。いやーみたいな。まあ、ちょっとキャンパス違うから、いやヤ いやっっていうほどどじゃなかったんですけどそしたらクラスの子たちがいて34人ぐらいかないたんですまあみんな1920歳ぐらいなんですねで僕も大学生気分で話してるんですけどなんかすごい気遣われてるんですよあれそんなに気遣わなくていいのにと思ったらそりゃそうですお父さんの友達ですからね言ってみればでその時にあ僕も大学生の時そうだったと思って40歳の人ってもう もうすぐ引退、もう働かせてるのかわいそうぐらいの感覚でしたから、なので、あのー、あ、そうだよなと思ったんですよね。いやー面白いですね。あのー、波平が52歳か54歳、どっちか覚えてないかあと、船さんが48歳っていうぐらいの同じあの驚きですね。僕は船さんと6歳しか変わんないですからね。いやーなので、あのー、面白いですね、そういうの。 まあいいや。まあ、no way ですね。そして、he's not coming.he is not coming. 彼は来ませんという表現で、えー、進行形なんですけども、もう決まってる未来は基本的に進行形で言っちゃうことが多いんですよ。be going to も使いますけども、でもあの進行形で言うことが結構多いので、えー、he's not coming ですね。no way.he's not coming? 彼来ないのっていう感じで言いました。まあ、どれくらい分かったか、分かんなかったか、分かったの、気がしたかが、えー、終わってから分かったか。 前回言った話にもう一つ付け加えてもらうと,、えー、と英語で理解できたか日本語でに置き直して理解したかっていうところでそこだけでもやっぱりタイムラグ生まれますよね。で、えー、そうすると今度は、えー、と言いながら言われながら理解してたのか言い終わってから思い出しながら理解してたのかっていうのもまた重要ですかね。 なのであのこのぐらいの表現だったらその言われながら理解してたっていう no he's not coming でもう理解してる状態なのか no he's not coming ああなるほどって思ったのかその違いって、えー、と大きいは大きいんですよでその、まあ、1つ目の方の no he's not coming あわかったっていう状態になりたいわけですよねだからそのためには えーとそのあとに考えちゃうんじゃなくて聞きながら考えるっていうことをしなきゃいけないので、まあ、それはあの僕の本とかにもすごい載ってるんでもうちょっと詳しくその話聞きたいな読みたいなみたいな人は僕の本を買ってくださいどれかどれかなどれ分かんないなどれか分かんないでも全部買っとけばどれか絶対載ってるんで、あのー、はい、えー、買ってください OK、えー、でなんだっけ あ、じゃあ、リアル発音記号やったんだっけなしかもどれやったかも分からなくなっちゃった。あ、No way ですね。No. で、No じゃなくて No。音止めます。No. で、そこからもう W の口になってるから次 way だから W です。だからそのまま way。で、way じゃなくて way で止めます。way。No way。No way じゃなくて No way なんですね。OK? じゃあ、こっちでいきましょう。No way.No 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 way. No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  way. いいですね。漢字、ね、出てますよ。そして、えー、he's not coming.His.He is は、えー、短縮で he's になりますけど、実際、his って言っちゃいます。His.His not coming?His not coming? Not coming. まあ、一人、he. もうちょっと伸ばしてもいいかな。his.His.His.His. 人によるんで、ちょっとあれですけど、he's not coming.His っていいかな。His. で中に his っていう人もいます。どっちでもいいんですけど、どっちがいいかな。まあ、どっちでもいいや。好きな方でいきましょう。His not. で t 止めます。h e s n o t h e s not.Coming.G はこの辺でも止めちゃいます。Coming. でちょっと出るぐらいですね。h e s not c o m i n g h e s not c o m i n g h e s not coming.No w a y h e s not coming.No w a y h e s not coming.No w a y h e s not coming. いいですね。じゃあイメージだけしとくと、あの 友達がスッチーとの合コンをセッティングしてくれた、くれて、で、あの、もう今夜、その合コンが開催されるのに、彼が来ないっていう、A 君が来ないって言ってる。え ?No w イさん仮面スッチーと合コンだよみたいな、そんな感じで、あの、驚いた時にも使えますね。え来ないのマジでっていう時に使ってください。で、やっぱりそういう、あの、こういう表現って、あ、こういう時使えるなっていう、こ漠然とした、 シシシシチチュュエエーーョョンンじゃななくてこう具体的なシチュエーションを思思いいい浮かべるとと結構いいと思うんですねだから、えー、と自分でもしそういうシチュエーションがああそういえばあったなと思ったらそれでもいいしなかったら今の僕の,そのスッチと合コンするけどするのに来ないって言ってるみたいなえー、ありえないみたいな嘘でしょあんなに喜んだのにみたいな感じでも何でもいいのでその背景もまだ考えとくとちょっと覚えやすいかなと思います。OK? ケー、okay, で、あのそ、こういうこと言ってる人なんか、スイッチと合コンしたいんですかって言われるんですけど、全然したくないです。ケ、okay? ーなので、えー、気にしないでくださいあ。どっちかというと、生徒さんで来るといいですね。えー、生徒さんのセミナーとかにこう来ていただけると、そっちの方がありがたいですね。合コンよりも。はい、OK?So,、okay, uhm, なんだっけあ、そうですね。もう表現はとにかくたく,さんたくさん練習して、えー、しっかり覚えていきましょう。OK?So,、okay, thank you very much for watching, and I'll see you in my next video lesson. Take care, guys. Bye!